ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、最近金欠でお金が足りないわ。そりゃあ、普段から無駄遣いばかりしているからじゃないか。お家の庭でも掘ったら金でも湧いてこないかしら。でも日本じゃ金は取れないものね。そんなこともないぜ。日本でも金がザクザク取れて黄金の建物を作った場所もあるからな。ちょっと、一体それはどこなのよ？じゃあ今日は、平泉中尊寺金色堂についての解説をするぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。中尊寺金色堂は、1124年、奥州藤原氏の初代藤原の清平によって建てられたんだ。奥州藤原氏って、藤原の道長とかの藤原氏？それとはまた違うんだが、奥州藤原氏については、後で解説するぜ。中尊寺金色堂って、名前に金色がついてるぐらいだから、金でできているのかしら？そうだぜ。内外に金箔の押された貝金色と呼ばれる金色堂の内陣部分は、遥か南洋の海から、シルクロードを渡ってもたらされた夜光貝を用いた螺鈿細工で、象牙や宝石によって飾られているんだ。そしてこの金箔で装飾された金色堂内部は、極楽浄土の様子が再現されているぜ。極楽浄土、金箔で覆うなんて、奥州藤原氏はかなり立地だったのね。そうだな。だがただ立地なだけじゃなく、この中尊寺金色堂には日本最古のミイラがあることも知ってるか？急に穏やかじゃない話を持ち込まないでよ。え、お寺にミイラってどういうこと？まあ、そのあたりも後で紹介するぜ。話を戻すと、当時の金色堂に使用した金は、現在の10倍となる約150キロと推定されているんだ。150キロの金なんて、どこから調達したの？日本にそんなに金が出る場所あったかしら。東北地方は古くから日本の主要な金の産地だったんだ。マルコポーロの東方見聞録で日本が黄金の国と記されているが、それはこの、中尊寺金色堂から来ているという説もあるくらいだぜ。それはすごいわ。今は全く金のイメージはなくなっているけど、藤原の清平は、この地にたくさんの銅塔や庭園を築き、村落の一つ一つに、伽藍と呼ばれる寺院を建てていったんだ。どうして彼はそこまで仏教建築に力を入れたの？それは相次ぐ戦乱で失われた多くの命を慰めて、平和な社会を作りたかったからなんだ。清平は、戦乱で父や妻子を失っているから、平和への思いが人一倍強かったんだろうな。それはいい話ね。金色堂の中には、そんな清平さんにちなんだものとかはあるのかしら？ああ。趣味壇という仏像を安置するための場所が3つあり、それぞれの上に仏像が置かれているぜ。中央壇が初代清平、右壇が2代目元平、左壇が3代目秀平のもので、仏像は彼らの死の前後に作られた。平ばっかりで混乱してきたわ。それから中尊寺金色堂は国宝建造物第1号に認定されていることでも有名だな。さらに中尊寺周辺は、平泉の文化遺産として、2011年に世界文化遺産にも登録されたんだぜ。すごいわ、そんな素晴らしい寺院を建てた、奥州藤原氏ってどんな人たちだったの？それじゃあ奥州藤原氏について詳しく解説していくぜ。そもそも、東北地方は古代より蝦夷と呼ばれる人々が支配する土地だったんだ。それが1000年代に起こった前9年の役、後3年の役によって、初代藤原の清平が支配するようになるぜ。蝦夷ってなんだっけ？今の東北、北海道地方にかけて住んでいた、朝廷に服従していなかった人々のことだな。言葉や風習も違って、朝廷から異民族と見られていたんだ。朝廷に服従しないなら、目の敵にされそうね。前9年の役は、まず蝦夷氏反乱軍の代表である安倍氏と、中央から派遣されていた行政官である国氏。この両者の争いだったんだ。それが源氏と、東北を支配するもう一つの豪族の清原氏を巻き込んだ争いに発展していったんだ。超ざっくり言うと、蝦夷反乱軍の安倍氏と奥州藤原氏 VS 朝廷の源頼義と清原氏。込み入っているわね。安倍氏はとても強く、朝廷軍はなかなか歯が立たなかったんだけど、どうしても東北地方を治めたい朝廷軍は、10年という長い期間争って最終的に清原氏を味方につけたぜ。10年って、すごい執着ね。結局、朝廷の源頼義と清原氏が勝利して、安倍氏側の藤原の常清という人物は源頼義によって処刑されたんだ。そして息子の藤原の清平は、身の拠り所を失って、清原氏の養子となって清原の清平と名乗ることになった。ちょっと込み合いすぎてよくわからないわ。原と清が多すぎよ。確かに紛らわしいよな。要は奥州藤原氏の祖である清平は、戦いに負けて敵方の養子になったってことだ。なんで、敵の養子になったの？敵の大将の息子なんだから、殺されてもおかしくないわよね。それは清原氏が、元安倍氏の領地を支配するときに、より強固に支配するため土着の血縁関係を望んだからだ。清平の母は安倍氏の出身だったんだからな。なるほどね。そして、清平が清原氏の養子になった約20年後、また争いが起こることになる。
もう争いはこりごりよ。今度は何？今度は清原氏の内部争いだ。御三年の駅と呼ばれる、清原氏の嫡男には清原の実平という人がいたんだけど、父の支配権を受け継ぐのに、養子である清平が邪魔だったんだ。清平、争いばっかりでかわいそう。この内紛にうまくつけ込んだのが源義家。彼はこれを利用してあわよくば東北を支配しようと企んだぜ。源氏は策略家だわ。源義家は養子である清平と組んで、結果的に源義家の勝利に終わり、清原氏は滅んでしまうことになる。ついに東北は源氏のものに？とは、ならなかったんだ。どうして？源義家は戦乱中に納税義務を果たすことができず、朝廷から役職を奪われてしまったからだ。おっちょこちょいか。支配者がいなくなった東北地方を支配したのが、残った藤原の清平だ。そんな経緯があったのね。というか清平からしたら、棚からぼた餅だわ。清原氏は滅んだので、清平は再び藤原を名乗り、奥州藤原氏の初代として東北を治めるようになったんだぜ。やっと、平和の兆しが見えてきたわ。ああ。それに東北地方は地政的に最高の環境だったんだ。おかげで、奥州藤原氏はあっという間に強大な力を持つようになったぜ。ふむふむ、どんな感じに恵まれていたの？まず、砂金の産地だったことだな。確か、中尊寺金色堂で使われた金も東北で採れたのよね。そうだ。二つ目に、北に住む恵比氏たちとの人物の貿易を独占できたこと。清平を通さなければ朝廷は蝦夷からの人物を手に入れることができなかったんだぜ。独占できたわけね。三つ目に両馬の産地だったことだ。そして最後に、平安京から物理的に離れており、中央の勢力が及びにくかったことだ。たくさんのラッキーが重なっているわ。奥州藤原氏は、圧倒的な経済力と武力を持っていたが、朝廷に反抗しなかったんだ。一貫して朝廷と良好な関係を保って、無駄な戦をしない方針を取ったんだぜ。清平がたくさんの争いを経験して、もう争いをしたくなかったのかしら。そうかもな。東北で採れる砂金や馬、恵比氏の産物を朝廷に貢ぐことでうまく朝廷と政治交渉を図っていたんだ。朝廷も反乱の意思のない奥州藤原氏を抑圧するつもりはなく、藤原氏の東北支配を黙認していた状態だな。争いのない時代が続くのね。私もこの時代に生まれたかったわー。この間、奥州藤原氏は寺院の建設にも力を入れたぜ。二代目元平の時代に、毛辻を建てたが、これは中尊寺に匹敵する立派な建築だったそうだぜ。今も残っているのよね。庭園が綺麗なお寺で、ここも世界遺産に登録されているわ。この薬師如来像の制作は、京都の仏師に莫大な謝礼を支払って依頼し、3年かけて素晴らしい仏像ができたんだ。これを見に来た鳥羽上皇がこれほどのものを京から出してはならないと命じたほどだったからな。それほど豪華で、技巧の凝らされた作品だったのね。三代目秀平も無量光院というお寺を建てたぜ。平等院鳳凰堂を模して作られ、規模は平等院よりも少し大きかったらしいが、無量光院は火災でなくなってしまったんだ。それは残念だわ。そして、とりわけ秀平は平泉の平和維持に尽力して、他の地域で合戦があっても、中立を貫いていたんだ。源平合戦が起こった時日本各地で内乱が起こったが、奥州藤原氏はこの方針を貫き通していた。だから、奥州藤原氏だけは戦に巻き込まれず勢力を温存することができたんだぜ。やるわね、秀平。奥州藤原氏の政治が傾いたのは四代目安平の時代。きっかけは源義経だ。え、あの源義経がここで登場してくるの？ああ。義経は、父の源義朝が平治の乱で敗北したことで、鞍馬寺というお寺で隠居生活をしていたんだ。義経が生まれた年に父が戦で敗れて、15歳まで鞍馬寺で隠居生活をしていたらしい。生まれた時から、波乱万丈ね。1174年、義経は鞍馬寺で出家して僧になることを拒んで、親戚を頼って奥州藤原氏の元へ向かったんだ。当時の奥州藤原氏の代表は三代目の秀平で、彼は快く義経を迎え入れた。どうして秀平は義経を快く迎え入れたの？それは、義経を政治的に利用しようとしたからだな。源氏は清和天皇の血を引く高貴な存在だ。仲良くすることで、奥州支配に利用しようと考えたようだ。頭が切れるわね、秀平。秀平は奥州藤原氏四代の中でも特に優秀だったとされているんだぜ。秀平と義経は仲を深めていき、義経と兄の頼朝が対立した時も、義経をかくまうため奥州に迎え入れたんだ。当時の頼朝に逆らうってことは大変なことが起きそうだわ。そうだ。この時の頼朝の勢いは凄まじく、奥州藤原氏に対する頼朝の圧力が強くなっていた。秀平はもはや頼朝との対立は避けられないと考えたんだが、義経を迎え入れた矢先に秀平が亡くなってしまう。大事な時に、次は四代目の安平ね。期待しているわ。
ここで頼朝は安平に外交戦術を仕掛ける。頼朝は外交戦術がとても上手いと言われていたんだぜ。俺と奥州藤原氏って仲悪いけど、安平が義経の首を差し出してくれたら、奥州藤原氏に手出ししないよ。だから義経の首跳ねてくれてもいいんだよ。交渉というより脅しに聞こえるわ。絶対約束も守らない気がする。その通り、これは頼朝の作戦だ。奥州藤原氏と仲良くしようなんてこれっぽちも思っていない。ところが、安平はこの策に引っかかって、義経を自害に追い込んでしまうんだ。何やっているの安平、お父さんの意志を継ぎなさいよ。そして作戦通り頼朝は、義経をかくまったのを理由に奥州藤原氏に戦争を仕掛ける。奥州合戦だ。この合戦で藤原の安平は敗北。四代続いた奥州藤原氏は滅んだんだ。すべて頼朝の作戦通りってことね。それにしても、リーダーが変わっただけで、あっけなく一族が滅びてしまうのね。この時代のリーダーはたくさんの命を背負って、責任重大だったからな。ところで霊夢、この奥州藤原氏の四代目安平の子宮が数百年経った今でも残っているって知ってるか？子宮は戦で負けた武将の切り取られた頭だ。もしかして初めに言っていたミイラって。ああ。それに初代清平から三代安平までの遺体も残ってるぜ。きゃあ、中尊寺金色堂には奥州藤原氏の三代目までのミイラと、四代目の子宮が保管されているんだ。それらのミイラは、死因や生前の健康状態について具体的に調査されているぜ。急にすごい話になったわね。それで調査で何がわかったの？清平の遺体から、血液型は AB 型、身長159センチ、死因は脳一血またはそれに類する疾患と考えられること。歯の状態から没年齢は70歳以上であり、清平からひ孫の安平まで直系であることがわかった。そんな昔のミイラから、血液型や死因までわかるのね。それに歴史書に残された清平の死亡と死が遺体の推定年齢と一致しているらしいからな。すごいわ。また他にも分かったことがあって、安平の子宮は、自伝に安平の弟の忠平の首と書かれていたんだ。しかし調査したところ、9箇所の傷と額に釘跡があり、斬首されて釘打ちの刑に処された安平のものだと分かったんだ。想像すると、首のあたりが痛む感じがするわ。でもなんで弟の首と言われていたのかしら？安平の首が残っていると朝廷や幕府にバレたらまた目の敵にされるだろ？弟の忠平は、兄の安平に意見の相違から撃たれたんだ。だから、忠平の首と言っておけば言い逃れができた。安平の家来が首を持ち帰ったのかしら。嘘を通すことで守られてきた首なのね。感慨深いわ。それから子宮の箱には、ハスの種が一緒に入っていて、種は大学教授らによって1995年に発芽している。千年の時を経て、発芽したなんてロマンティックすぎるわ。すごいよな。その後中尊寺ハスと呼ばれて、現在は、赤土千歳公園内の中尊寺ハス池で繁殖しているぜ。ロマンチックといえば、義経は奥州で死んでいなかったという伝説も数々残っているな。義経はチンギスハーンになったっていう説？その説は科学的に否定されている。奥州合戦の後、生き延びて、津軽海峡を渡って蝦夷地に入ったという伝説が残されているんだ。そうなの？全国にたくさんの義経の名前がついた名所があるが、道内にも約120以上あると言われているぜ。そのほとんどが道南、それも日本海側に多くあるんだ。義経は北海道に渡って何をしていたの？道内最大の伝説があるのがビラトリ町だ。そこのアイヌの指導者の元に定住して、アイヌにカムイ、つまり神として尊敬されていたと残っている。本当なのかしら？さあな。道内の義経伝説の多くは、元からあったアイヌの伝説を作り変えたとも言われているんだ。これは和人がアイヌの人たちを支配する同化政策の一環だったという説がある。これも支配のための策略かもしれないのね。闇深いわ。以上で中尊寺金色堂についての解説は終わりだぜ。奥州藤原氏やそのミイラに、さらには義経伝説まで盛りだくさんだったわね。興味があるならぜひとも行ってみるといいんじゃないか。そうね、金色堂の立地なご利益にあやかれるかもしれないしね。欲望まみれだな。ミイラ取りがミイラにならないことを祈るぜ。ご視聴ありがとうございました。